はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はですね、ホールワード76の、変異ガチャ、をやってみようと思います。はい、レベルもね、結構上がってきましたんでね、47まで上がりました。はい、変異ガチャなんですけど、パークでね、固定するやつが必要なんですけども、これですね、放射能で変異が起きず、変異が治療されない、これをまずつけないで、放射能を浴びる。これちょっと変異が起こるのを待つ感じですね。まあこれがちょっと根気がいるわけですが、上には敵もいますし、下手したら撃たれます。変異ね、なかなか起こってくれないんですよね。起こるときは簡単に起こるんだけど。あ、これも確率なんでね、もうひたすら待つしかない感じですか。あれ変異じゃないんですね。ステータスのここに変異すると血がつきます。ちょっと1ポイントやばい。あ、カメレオン、ガチャっていうのでね、ことで、このハズレももちろんあるわけで、自分的にはカメレオン必要ありませんのでハズレでございます。はい、そして場所がですね、ここはブラックウォーター鉱山。なぜここかって言いますと、この除染サワー、サワーじゃないわ飲んでどうする。はい、これがあるんでね、簡単に放射能を減らせれる。もちろんカメレオンは、外れなんで、わざと回復させました。はい、これで放射能はなくなったわけですが、ですね、変異は、1回しか起こらないので、1回ログアウトする必要があるわけです。このままだと起こりませんのでね。はい、ログアウトしていきます。リログってやつですね。で、もう1回入る。当たりだったら、固定して直さないようにするっていう感じですね。ガチャなので。ただこれがね、治療されるのがランダムになってしまうので、はい、この前丸一日やってましたけども結局全て消えてしまって終了という悲しい結果になりました。で、ここですね、今入り口に戻ってきました。で、入り口なので当然敵も復活しておりますので、走り抜けます。あ、今いないな、誰か戦ってくれてる。あ、ここで転がってるもんね。ちょっと食べてお腹を満たしよう。ヒットポイントも回復して、食事中の方はごめんなさい。で、ここに入ると、で、この中の敵はね、だいたい残ったままなんで、また倒す必要があります。まあたまに倒してくれてる人もいるけど。だいたい残っております。お、いないわ、ラッキー。じゃあもう一度変異させるために放射能を浴びましょうか。できるだけ強い放射能を浴びたいから。あ、水の中の方が弱い。もうちょっと強いところがいいな。
あんまりそっちの方行くとね、打たれるんでね、上の敵に。ここが一番強いかな。強い時20とか出るんだけど、出ないな今回。この差は何だろう。まあしゃあないか。ちょっと待ちます。弱いと効率悪いんだよな。こっちの方、お、10、あれ10いったのに1になっちゃった。お、ここ強いぞと思ったけど、また1だ。どういうことやねん。ここ11、ここでちょっと、もうこの音聞き聞き飽きたよ。カチ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 みたい、ジリ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 。お、これは自分的にはちょっと当たりですね。あの、今見たら分かると思う、ジャンプ力がむちゃくちゃ高くなるという、これ当たりです。これいいですね。そしてこのゲーム最大の敵、アイテムの持てる重量が増えるという。最大の敵っていうのはおかしいか重量に悩まされることがかなり大きいんで、ね、多いんでね、これが増えるのは。で、これを治療してしまうと困るので、あ、治ってしまうと困るのでね、これで固定で、このシャワー浴びます。じゃあ、 あの治療、この変異が治ることはありませんので、放射能は減るけど。って感じでまたリログするわけでございます。はい、こんな感じでね、5つまで重ねれるらしいんで、5つ全部ね理想の形になればいいわけですが、まあ効果ランダムなので難しいところでしょう。実際、まあ、3つか4つぐらいまでいいのが重なって、で欲張って自分は全部消えちゃったわけで必要な分まで消しちゃったっていうことですね。まあ後々ストーリー進めていけばね、狙った変異出せるようになるみたいですけども、アイテムによって。お、敵いない、ラッキー。大体この辺にもいつも敵いるんですけどもね、誰か倒してくれてる。でまた食べとこう。おお、飛びすぎ飛びすぎ。あ、できない、食べれない。倒しされてから時間経ってんのかな。お、ここの敵もいない。珍しいな。はい、そしてね、ここで注意点が、あのこのパークを外さないと変異も起こらないので、これを外して放射能を浴びないと時間の無駄になります。実際自分も何回もやっちゃいました。必ず確認するようにしましょう。もうちょっと強いところがいい。過ぎたろう。ちなみにね、狙ってるのはねじれた筋肉、自分筋節がメインなんでね、それとなんだっけ、治療変異かな、なんかそんな感じの回復量が、通常回復量がむちゃくちゃ増えるやつ、
それ狙っております。まああと2つかなは副陣なんとかもいいのかな。体力が減るごとに攻撃力が上がるみたいな。ちなみにね、パークのデメリットもね減らすパークもありますので、これですね、変異のマイナス効果を今、2段階なんで 50% ですけども、これ3段階だと75になるかな。これも合わせてつけております。もちろん3段階目までやるつもりでございます。お、ねじれた筋肉来た。これはちょっと嬉しいぞ。あと回復が来てくれればちょっとやる気出るんだが、パークだな。これ治療してしまったら大変ですからもう泣きます。治療されないように。さあ狙った通りのになれるのか。最悪な変異もありますからね、それさえ来なければとりあえずは。はい、それではリログしましょうか。頼むよ頼むよ。もうカメレオンとかいらないからね。あと外れは何だっけな、疫病持ちだっけな、あれいらないんだよね本当になんか病気持ちになっちゃうみたい、周りにばらまくみたいな感じ。あと防御力上がれず、なんだ、鱗も良さそうだったな。鱗状の皮膚みたいな感じ、防御力が上がるやつね。あれでも許そう。あ、ほんま今日敵いないな、嬉しいわ。いつもならここ走り抜けてバンバン撃たれてえらい目に遭うんだけど、っているわ、来んなお前ら。ようこそ。よし、でもあそこの敵が残ってたっていうことは、ここの中の敵も確実に残ってるってことだよな。やだな。おっと、あ、ウルフか。何気にこのウルフの肉調理して売ればいい値段になったです。あと発酵、やばい、体力があんまない。発酵肉はちゃんともらっとくよ、売ると大きいからね。はい、そしてパークを外すのを忘れないようにして、さあ行こう。お願いします。回復回復。お、今回強いぞ。いいね、強いとモリモリ上がっていくね。でもこういう時に限って変異しなかったりするんだよな。しないとまたつけて治療をしてまたここに戻る、めんどくさい。さあ来い変異。お、副腎反応、これも良かったような。ちょっと効果を見てみようね。違う違う、副腎反応ヒットポイントは下がるけど、ヒットポイントが低いと武器力上昇。うんうん、今のところいい感じで来ております。それでこれは残そうか。
料。あと鱗とあれが来てくれれば完璧だな。あ、エッグヘッドでもいいか。それで治療したね。じゃあ、リログします。さあ思い通りに来るのか。っていうか一番肝心なやつが来てないんだよな。治療因子、あれが一番効果でかいと自分的に思っております。もりもり回復してくれるからな。あれが欲しい。あれが出なければちょっとまたやり直すかもしれない。早めに出てほしいなということで。キャンプ設置できなかった。空いてるということは敵はいるね。さよなら。ここの手前にもね、核物質あるんですけども、汚染されるやつ。あ、これは取っとく。ネジがすごい不足してるからね、これ必要。ポータブル。うわー、ネズミやん。発光肉はいい。おお、伝説級やん。これはちょっと嬉しい。なんかもらえた。意地だけど伝説級のアイテム。あれもう一匹いるはずなんだけど。あ、そこにいたな。あ、ここに落とす。あ、ここに行く。結構美味しいんだぞ。で、パークを外して、やばい、上の使ってる。うぜえなあいつ。こっから狙えんのかな。違う、間違えた。あ、弾がね。弾持ってくるの忘れてる。狙えねえし、残念。全部しまってきちゃったよ。そういえば弾も持ち歩かなきゃダメだな。さあ治療院しこい。下がっちゃった。やばい、死ぬな。一回治療するしかないな。今度こそいい変異来てください。
まあねじれた筋肉とあれなんて読むんかね、違う違う、そのボタン間違える、 U 袋類っていうのかな、 U 体類、まあ、来ただけでもありがたいんちっちゃありがたいんだけどね、普通よりだいぶ強いから。ここで疫病持ちになってきたら芝生、死ねえな、変異死ぬやんけ、このままじゃ。浴びにくい、同じところだとなるのかな、来いよ治療因子、もうこれ来たら無敵になれるんじゃないか まあ4つまでつけて、1つはそのさまよって誰かのとこか売ってたら買うっていう手もありますけどね、1つぐらいは買えそうなお金を持ってる。変異をつける薬、うん、来ねえな、なかなか死ぬやん、また死んでしまうわ。俺じゃあとリログやったよねって不安になることはあるあるです。なんか間違えてるかなっていう思うことも多々あります。止まるのかな、これ分かんないよね、全部動かない、全部という動きも分かんない、痛そうなんだろうか。さあ来い。来るんだ。回復因子。もう回復因子来たらもうやめるかもだって変なついたら嫌やん。あ、治療因子か、名前俺よく分かってない。お、来た、マジで来たよこれはマジで嬉しいで、これでちょっとストップさせとこうかな。変なほんまついたらもううっとしいしな。1個でも変なついてそれを治療したらこれ必要な分も消えてしまうという罠に陥りそうなので4つぐらいにしときましょうか。あ、でもこれはすごく嬉しいです。
この組み合わせ最高かも。いや、まだ知らないだけでいっぱいあるかもしれないけどね。でこれで治療してしまうという罠も回避して、はい、そう、今すげえ1ポイント回復してたの分かりますかね。あの非戦闘知事、間違えた、体力再生 300%、 スティームパックのね、回復は下がるんですけども、戦闘してない時の回復が超モリモリになるんで、これはマジで嬉しいです。はい、今回のガチャは成功ということで、今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。皆様も挑戦してみてください。さようなら。